Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? この時間はビファーレン長崎対藤枝マイ FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対藤枝マイ FC、 サイドの紹介です。皆さんから見て右に攻めるのが長崎、反対側右のエンドからが藤枝マイ FC。 カイオセザールからエジガルジュニオ、横山、渡辺、久保、澤田、奪いに行きます。奥井、米田、加藤へスルーパスを出す。この位置で受ける。水野、ボールを奪いに行きます。ゲーム序盤、両チームともにシュートで終わるシーンはまだありません。さあ右へ預けて、カイオ、ワンマからエジガルジュニオ、パスでつないで攻め込んでいきます。こぼれた、藤枝、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。これは合いません。加藤、組み立て直します。長崎、カウンターを仕掛けます。フワンマ、横山、さあ左へ預けて、ここはつながりません。奥井、ここは一旦バックパス、前半ここま
で両チームともまだスコアレスの展開が続いています。これは合いません。渡辺、ここはファールを取られます。レフリーの注意が入ります。奥井から前線へ、どうしたんでしょう。水野、さあ左サイドへ、おっとこぼれ球、ハット、さあこのセカンドボール、パスの交換、右サイドへ振ってサイドへ味方を走らせますが、これは合いません。奥井、岩渕、杉田と、これはエジガルジュニオから左へ、ここは下げます。小笠原、長崎はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど。水野、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ左サイドへ、さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。太陽、さあフワンマ、これはオフサイドです。41分が経過、前半です。横山、ここはつながりません。カーテを使います。さあカウンターを仕掛けます。裏を狙っていきます。加藤、沢田へ、ここで笛。前半が終わりました。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。長崎としては前半をゼロで抑えるということがテーマでもあったように見えたので、そういった意味ではまあまあの前半だったんじゃないでしょうかね。ビファーレン長崎対藤枝マイ FC、 0対0のまま後半に入ります。後半スタートです。長崎としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、もう一つ前に行きたいと呼んでいた米田、広本、横山、パースをつなげます。組み立てながら攻め上がっていく、ミドル、高
高い位置で奪ってチャンスを作りました。今のはディフェンダーからしてみればやってしまったなという感じでしょうけどもね、そこをしっかり狙っていったというのは評価できますよね。加藤、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここは読んでいました。鈴木、榎本、杉田、鈴木、水野、奥井、加藤、パスでつないで攻め込んでいきます。さあワンツーからワンマから澤田、そう狙った、シュート、先制、長崎ようやく均衡を破ります。長崎、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ナンバーナイン、長崎先制ゴールが決まりました。1対0、先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますから、この後のゲームの進め方はチーム内でもう一度確認しておきたいですよね。そうですね。長崎カウンターを仕掛けていきます。横山、さあ右へ預けて、ここも固い守りでボールを奪います。ここでファールがありました。イエローカードです。長崎としてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。シュート、いやー、よく止めましたよね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。大きなピンチでしたがチームを救いました。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ファンバ、スペースへ、このパスが抜ける。さあフワンバ、さあ来た、シュート、来た、追加点、長崎、これで2点差。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。でもボールはポストに行ってましたからね、触らないでしょう。フワンバ、今日2点目です。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。藤枝としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。これは合いません。これは積極的なチェック。水野、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。カウンターですよ。右サイドへ振って、いいボールですね。
太陽仕掛けるか、クロスを選択、守備陣クリアの対応です。ここはシンプルにクリアします。おいい形ですよ。さあここでカウンター、ファンマ先ほどから厳しい寄せになっています。まあ今日は目立ってますからね、点も取ってますしシュートも決めてますから相手としては抑えておかなければいけませんよね。さあ一気にカウンター、ここ来ましたよ。いやこれは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。シュート、長崎追加点、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。ワンツーからのこのフィニッシュいかがでしょうか。そうですね、まあ、このワンツー出したと受けての関係性素晴らしかったですよね。ナンバー11藤枝 IFC はここでベンチが動きます。サブスタチューション、さあ長崎3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。ウワンマへ、さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙うエディガルジュニア、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いやこのタイミングっていう時に抜けましたからね、よかったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。これは奪い返します。サイドのスペースを使います。いい展開ですね。シュート、これはキーパーがいい反応でした。長崎としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。おっとエジガルジュニア決まった、追加点長崎、大量リード。今のゴールフリーで受けてからの冷静なシュートでした。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。エジガルジュニオ今日2点目のゴールです。さあ長崎このゲームの主導権を完全に抑えています。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないですかね。秋野、さあカウンタースピードを上げたいところ、アディショナルタイム5分あるようです。いけるか、ファンマ裏へ届くか、これはどうだ、佐藤このパス回し、
岩渕スピード上がってきますよ。レフリー試合終了のホイッスル。4対0長崎見事大差で勝利を得ました。ファンマ今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が4点差をつけての勝利です。
Thank you.